や、君か。なんだ、私に聞きたいことがあるのか。まあいいだろう。何を聞きたいのだ。中川原保は優秀な研究者だったよ。仕事はよくできた。少々変わり者だったがね。まあそれも趣味の範疇ということで私は多めに見ていたが。中川原は動物が好きでね、ペットを飼いたいとよく言っていた。それも普通の犬猫じゃ嫌だって言うんだ。意思の通じる、心のある、でも言葉は話さないものがいいって。奴はピュアなものを求めてた。この世に存在しないような純粋で可愛らしいものを。中川原保は優秀な研究者だったよ。仕事はよくできた。中川原は片倉博士の後を継いで立派にマーメイドを製造したり改造したりした。優秀な男だったよ。残念だね。中川少々変わり者だったがね、突然死んでしまったのには周りも驚いていた。全く驚いていたね。マーメイドの秘密を守るために私が殺したんじゃないかって。なかなか鋭いな。だが証拠はない。おかしなことを言わないでくれよ。中川少々か突然死んで、なんだか地味な男だったよな。片倉博士はなかなか気難しい人でね、若い頃はいい男だったらしいがね、その頃から頑固だったって話だ。想像できるがね。首にすると脅かしても最後まで意見を変えなかった。作ってほしいものがあったんだが、結局博士が拒否したんで中川原にやらせたよ。片倉博士はなかなか、引退した最近はよく絵を描いているようだが、随分のんびりと暮らしているね。マーメイドプロジェクトを進めていた時はかなり迫力のある食えないジジイだったな。いろいろとうるさくてね。我が社ではマーメイドを使ってもっと儲けたかったんだよ。だが博士が道義的な問題をどうこう言ってうるさくてね。人間そっくりにしすぎて見分けがつかなくなってはいけないとか、本人にアンドロイドだという自覚を持たせないといけないとか、それでクビにしたのさ。後を引き受けた助手の中川原はおとなしく言うことを聞いてくれてね。片倉博士は引退した最近はマーメイドプロジェクトを進め、孫のゆずきのことは猫可愛がりしていたが、ゆずきの方はどうなんだろうな。博士は孫のゆずきをマーメイドのモデルにしたんだ。そのことをゆずきは嫌がっていたらしい。そのせいなのか、ゆずきは今でもマーメイド嫌いだ。今回のマーメイド回収命令にもゆずきは協力してくれていた。すべて回収されて終わってくれればいいと思っているらしい。
片倉博士、引退したマーメイドプ、孫のゆずきのこと、最近南平市で噂になっている化け猫リンのことか。確か人間みたいに大きくてニヤニヤ泣いて光り物を集めてる。そうだったな。人間みたいに大きくて、それなのに猫みたいな鳴き声よ。想像できないな。集団妄想かなんかじゃないのか。君はまさか信じてるんじゃないだろうね。最近みな、確か人間み、一部では我が社の作った人工化け猫説も流れているな。中川原保は私の指示通りにマーメイドを改造したり手を加えたりした。その一方、自分の趣味で自分だけのマーメイドをこっそり作っていたらしい。人形愛の極致だな。誰も見たことがないんでわからないが、中川原のマーメイドは人間の姿はしていなかったという噂もある。半人半獣の可愛らしい少女、確かに中川原の研究室で見たという女子社員がいてね。中川原の生前も死後も研究室の近くで猫の鳴き声を聞いたって話が出てきているし、もしかしたらその噂の化け猫リンは、もしかしたら、最近南平市、確か人間、一部では本当にそうなら回収する必要がある。我が社と関連のあるものならマーメイドと同じくそいつも回収しなくてはいけない。回収したものは残らずスクラップにして二度と動かないようにしている。機械だからね、動かなくなればそれでおしまいだ。せいぜい嗅ぎ回ればいい。君には何もできないと思うがね。
然。なんか外に出たら急にクラクラっとしちゃって。今日は朝ごはんの時、父と喧嘩になって、それで食べられなくて。私、カラオケって来たことなくて。その歌、私聞いたことないです。子供の頃は父がうるさくて、テレビが全然見られないから、よくトラちゃんの家で見てたんです。それでトラちゃんの好きなアニメとか一緒に見てたから。父は相変わらずだし、トラちゃんも今は。
暑いよね。でもさ、南半球の人は今暑くないよ。あれ、そうなんだ。知らなかった。そうそう、夏といえば麺類だよね。そうめんでしょ、ざるそばでしょ、もりそば、ざるうどんにもりうどん、冷麺につけ麺。他には冷麦かな。最近だと冷やしパスタとかもあるんだって。そういえば、ざるそばともりそばの違いってなんだろう。マー君知ってる？え？そうなの？全然知らなかった。あたしずっともりそばって違う何かがあると思っていたな。そうか、海苔がポイントなのか。ねねまくん、そんなこと聞かないよ。海苔があるかどうかだけで50円とか100円とか値段が上がるのって、なんかずるいと思わない？って聞こうとしただけ。でしょ？
もちょっとそんな気が。マー君と一緒に毎朝ちゃんと朝ごはん食べてたら、なんだかちょっと丸くなってきちゃったみたい。いや、そういうことじゃないけどさ。気をつけようかな。そうそう、ご飯もうできてるから下に来てね。ちょうどよかった。私の先輩に教えてもらおうと思って。ほら、先輩だし。私も教えられることがあったら教えようと思ったんだけどさ。全然わかんなくて、逆に彼女に教えてもらって思い出したりしてるの。まずいなぁ。2年生で習ったこと、私全部忘れてるよ。この問題わかる？マー君。二人ともわからないんだ。あらら。
う？音楽の授業でやってたでしょ？あやいや、マー君、音楽苦手なんだ。楽譜って、基本的にはどこでどの音階を鳴らすかって示されているものなんだよ。あとは、鳴らしてから終わるまでの時間が書かれているの。そう見ると簡単でしょ？これは手ごわい。マー君、今日、楽譜を見るの特訓する？しょうがないなぁ。え？そんなことないよ。マー君ひどい。今のもしかして嘘？